どうも、上水ゆきです。今日は本質的な違いは世界観だけというお話をしたいと思っています。SNS を、ね、中心にちょっと話していきたいんですが、まあ、SNS って今もうね、インフラといっても過言ではないですよね。水道とかね、まあ、そこまで同じとは言いませんけども、まあ、ある意味生活に欠かせない、ツールかなと思います。まあ、インスタグラムとかフェイスブックとかツイッターとか LINE とかですね、まあ聞いたことがあるどころかね、どれか1個ぐらいはやってるんじゃないかなというふうに思います。で、 SNS とはですね、まあ、ソーシャルネットワーキングサービスというところで、まあ社会的なつながりが作れるサービスであれば、まあね、もう SNS なんじゃないって、もうちょっと具体的に言うと、私が持っている SNS の定義は、まあ、3つの条件を満たしているものというのがあって、まず発信機能ですね。発信ができるか、世界に、そのプラットフォームの中で発信ができるかということで、それをですね、共有シェアできるかということ、そして、まあその発信者と直接コミュニケーションを取れるかということ、この3つがあればですね、大体 SNS かなと思いますし、思っています。で、そう考えるとですね、まあ、YouTube とか、私がエッセイを書いているノートとかいうサービスも、まあ、SNS 的だなというふうに思ったりします。単独のね、その SNS、単独のそのサービスの中で、シェアの機能がなかったりとか、コメントの機能がなかったりするかもしれませんけども、他のサービスとの境目がなくなってて、Twitter でそれをシェアするとかって感じで、もうサービス間の、なんだろうな、壁も薄くなっていて、もうかなりね、全部がつながってきてるというところで、まあ、全部がね、SNS 化してきているような気はします。はい。で、各サービスを考えたときに機能っていうところにほとんど差がないよねっていうことを、感じるわけです。例えば、Facebook、Instagram、Twitter、LINE の例えばタイムラインみたいなところを見たときに、どれもね DM 的なメッセージが送れますし、テキストですね、文字情報って当然、発信できますし、写真もね共有できます、動画も共有できますみたいな感じで考えたときに、発信できる内容ってどれもそんな変わんないじゃんみたいな。で、まあインスタグラムはちょっとね、デフォルトでそのシェア機能というのはないんですけど、まあほぼほぼね、そのツール使えばシェアできたりとか、まあ別のFacebook とか Twitter 使えば、シェアできるという意味で、まあ、ほぼほぼねシェアもできますし、まあコメントも当然できますんで、機能でね差がないよねと、それぞれに。で、しかも、UI ね、見た目って言ってもですね、まあ、スマホの作り上もありますけども、基本的にはタイムラインみたいなものがあって、スクロールしながら、見た、とてもいいなと思った投稿に、いいねと押してみたりとか、シェアしてみたりとかって感じで、あとコメントしてみたりって感じで、基本的に機能で差がないよねって思うんです。ただ、想像してもらえばわかるんですが、Facebook を使っている人と、Instagram を使っている人と、Twitter を使っている人って全然なんか、違いますよね。分かれてますよね。で、並行してたとしても、並行してたとか、いろいろ使ってたとしても、投稿する内容が全く一緒じゃなかったりしますよね。で、それぞれのその違いって何なのかなって思ったら、結局はもう世界観の違いでしかないなって思うわけです。で、世界観が違うから、使ってる人が違うのか、使ってる人が違うから世界観が違うのかって順序のことはちょっとまだ分かんないんですけども、まあ、いずれにせよ、結果として世界観違うよねっていう、ところが一番の違いかなと思ってます。機能で差はないということです。で、 Facebook はですね、もうご存知の通りですね、なんかこうビジネスマンがマウンティングするためのツールとして今はですね、残ってますし、 Instagram はですね、なんかおしゃれなもの、キラキラしたものがこうシェアされるような場所として、残っていますし、 Twitter はですね、まあこう思想をね、言語化して思想が飛び交うような場所になっているかなというふうに思います。で、 LINE のタイムラインに関してはもうなんか広告が飛び交うね、ただただ広告が飛び交っている場所かなというふうに思いますね。はい、そんな感じで、住み分けがなんとなく住み分けができているというところなんですが、これはもう、まあ、世界観の違いであると。ここね、反論があればぜひ何かこう、違う意見があればぜひね聞きたいなと思うんですけども、私はもうそれを世界観という言葉で、一括りにしてしまっています。で、これがね、これからのなんかビジネスというか社会を生きていく上でのとても大事なテーマなのかな、世界観が、と思っています。例えば自分がパン屋を開くとして、じゃあそのパンがパン屋だったら、他店よりも美味しいかとか、他店よりも安いかとか、他店よりもおしゃれかとか、他店よりも、自分家から行きやすいかとか、ね、そういうその優劣がねつけやすいんですけども、さっき言った SNS の差って優劣ってつけづらいですよね。世界観でしかつけれないと。これがこれからの時代のもう
ベーシックな考え方なのかなというふうに思ってます。だから SNS に限らずですね、これから何か作っていく人っていうのはもう機能で差別化できない、もうみんなもう似たり寄ったりになっちゃってるし、機能にはもうだいぶ満たされてきてるので、もうね、世界観でどう独自性を出して、価値を、訴えることができるかってことかなと思いますんで、自分は今からね、こう何でもいいですよ、何作るにしても結局そうですよね、結局その Facebook ってそもそもサービスですから、なんかそれが世界観とかじゃなくて、なんか機能とかを提示してるはずなのに、今は世界観を提示して提供しているものになっちゃってるんで、いろんなものがその世界観ベースで、人が集まってくる時代になるんだろうなというふうに思ってます。でそれを最も分かりやすく示唆しているのはやっぱコミュニティかなと思っていて、コミュニティの機能みたいなので言うと、まあ、何コミュニティかにもちろんよりますけども、例えば、私が好きなのは読書が好きですから、例えば読書会みたいなのをやってる人ってたくさんいると思うんですけど、その読書会がどこもやってる内容っていうのは多分何パターンかぐらいしかないと思うんですけど、多分そこでそれのコミュニティとかそれぞれの会ごとのなんか雰囲気世界観ってあると思っていて、自分がの肌に合う読書会って何かな、どこかなとか、どんなやり方かなっていう、その世界観がですね合う合わないっていうので、人はこれから取捨選択していくんだろうなと思っています。なので自分がね何かこう発信していくとかっていう時には、特に、世界観を意識しながら発信していくことが大事だと思いますし、何よりまずその世界観を持ってますかっていうところがありますので、自分の世界観をこう広げていくとか深めていくような努力も、必要なのかな、そんな時代なのかなというふうに思っています。本質的な違いはもう機能ではなくて世界観だけだよというお話でした。本日は以上です。またお会いしましょう。